これが外してたやつで、確かこうついてたはず。よし。先にこタイヤをこっちに出しとって、でこれを合わせてはめて、ブレーキパッドのところに入れる。うん、まあこんな感じでいいのかな、多分。入れて、抜け通し、しまった。ちょっと割りピンはもうつけないでこのままします。で、ジャッキを下ろします。
よし、これでやっとタイヤ交換が終わりました。なんか若干気になるのが、こんな感じでいいのだろうかっていうことなんですけど、まあ、ちょっと走ってみてどうなるか。ここでタイヤ交換が、前輪のタイヤ交換がとりあえず終了です。